松江市交通局は、島根県松江市で、自動車運送事業及び駐車場事業を運営する、地方公営企業、旧八塚郡内で八塚町のみ、松江市交通局が運行している、路線バスノンステップ路線バス CNG 路線バス、ぐるっと、松江レイクライン貸切バス平成庁車庫運行区間に、城下町などの境外路線が多いため、一般路線用車両は、 中型車両が大半を占めている。1990年代までは三菱不装製で統一されていたが、現在は日野自動車、イスズ自動車製の車両を中心に導入している。一時期は日産ディーゼル製の車両も導入していた。低唱者や抵抗会社の導入に積極的で、1997年には中国地方で初めてノンステップバスを導入。また、 松江市が都市ガス事業を行っていることもあり、2001年には中国地方のバス事業者で初めての CNG、ノンステップバスを導入した。2017年には大型ハイブリッド車両が導入されている。観光ループバス、ぐるっと松江レクラインや貸切バスも所有している。機械式 AT を搭載するノンステップバスも在籍していたが、2017年までに全廃された。 一部車両が LED ヘッドライトに換装している。詳細な運行案内は外部リンクの松江市交通局サイトを参照のことは行き先番号で以下の通りとなっている。ただし、日赤病院前校については行き先番号がない。かつて松江駅行きも行き先番号が設定されていなかったが、2008年4月1日の時刻改正により、松江企業にも行き先番号が設定され、 他の路線も行き先番号が3桁表示に変更されており、経由ルートが少しわかりやすくなった。10、松江駅12、河津14、平成ニュータウン北15、紫陽花団地、紫陽花団地入り口16、テクノアーク島根17、東高校前18、四季が、丘東23、神戸の里24、県合同庁舎前31、松江新寺港温泉駅32、 福祉センター前33、松江新宿温泉駅40、竹四41、馬方50、小北大団地63、八重垣神社64、公園墓地中央66、平成庁舎六67、商業高校前68、私立、病院70、八塚町中央、江島71、大海崎72、女子高校前は一部の便のみ停車、停留署名、 停留署名はどちらかを経由。詳細な運行案内は、外部リンクの松江市交通局サイトを参照のことは、行き先番号。なお、一般路線と同様に2008年4月1日からは、循環線も行き先番号が3桁表示に、変更されているは一部の便のみ停車。停留署名、停留署名はどちらかを経由。下記の駐車場を管理している。 松江市公営企業の設置等に関する条例、ありがとうございます。